スカ女子ゴルフワールドレディスサロンパスカップ、茨城県つくば来市、茨城 GC 東 C。女子ゴルフの今季国内メジャー第一戦、副長傾向の川崎春香、21、イコール村田製作所イコールが4バーディー、1ボギーの3アンダー69で回り、首位と2打差の2位につけた。復活のメジャー2勝目を目指す、5アンダーで首位は佐久間明21、 イコール、大東建託イコールがつけた。川崎と並ぶ3アンダーの2位に気度合い、34、森田遥か、27、イコール、新英ホールディングスイコールら6人が続いている。5月1日生まれの川崎は今週がバースデーウィーク。その前々日には家族やキャディとフレンチ系のレストランで21歳の誕生祝いをしてもらったという。だが、自分の中では今週は、 キャディさんへの感謝ウィークと思ってプレイしてます。初日はスタート10番をボギーで発進しながら13、17番のパー3で6メートル、7メートルのバーディーパットを決め、折り返して4番では5メートルを沈めた。6番ではグリーン左の左足下がり傾斜から20ヤードを58度ウェッジでチップイン。きっちりスコアを60台にして上がってきた。最近キャディーさんに頼りすぎて、 自分の考えなくゴルフしてたなーって、ふと思った。先週はハウスキャディさんについてもらって、一人でやってみたんです。すごくプロキャディさんに助けられてたことも自覚した。だからこその、感謝ウィーク、今週バッグを預ける佐藤誠キャディとは何度もタッグを組んでいる中だが、常に先に私が自分の考えを言って、それから相談するって決めたという。 12番ではティーショットが左ラフにつかまり、私は7番アイアンで行きたいと思うと、そしたらキャディーさんがフライヤーも考えると8番の方がいいんじゃないか、とアドバイスをくれて、結局8番を選んで1ピンぐらいのバーディーチャンスにつけることができた。自分の頭で考えることの大切さと、相棒のありがたさを実感しつつ、一つ大人になった川崎。 3 0 2 2年の日本女子プロ選手権以来のメジャーに証明へ歩みを進めた。